選手と変わらなかったというその野村選手の優勝した演技をご覧いただきます。改めてこの野村選手のいいところというのはどういうところですか？そうですね、やはりあのきっちりとした、まあ、あのアライメントといいますかね、姿勢が非常にぶれないですね。特に上半身の安定感が非常にいいですね。それからあの表情ですね、もう彼独特の力強さを見せるところをこう得てるって言いますか、まあ、先ほども話がありましたこのプッシュアップもねちょっと変わった感じでね。そうですね、実際特にあの腰のあたりを見ていただければ分かるんですけど、はい、非常に安定感があってブレがないですね。上半身ブレがないというのはやはりかなり力があるということですか？そうですね、あの力ももちろんありますけれども、非常にバランス、上体と下体のバランスが非常にいいということになりますね。さあそして腹筋です。腹筋も毎年いろいろな、プレゼンテーションを入れてやってますね。野村選手は4連覇、世界では3位3位、去年が準優勝だったんですが、そうですね、あの世界的にもものすごく、十分通じるレベルなんですけれども、やはりプレゼンテーションという部分で、毎年彼独特の雰囲気が出てるんですが、やはり世界的にももう少しプレゼンテーションを研究していただけると、もう世界でも十分に優勝を狙える位置にいると思います。非常に力強いんですが、世界へ向けて何か秘密兵器もあると聞いてますが。そうですね、あの非常に難易度の高い技を、研究してるみたいなんですけども、ちょっと、今年の日本の大会には間に合わなかったですね。